松本人志の報道で指摘された芸人界隈にはびこる女性上脳システム、複数の芸人がアテンド行為を行っていたとして、その事例が週刊文春の記事に掲載された。これを受け、お笑いコンビプラスマイナスの岩橋義正が過去に自身もアテンドをとある先輩芸人に行っていたことを X 上で暴露。この投稿をきっかけに、岩橋の悪い癖が暴走を始めたのだ。岩橋はこの告発を皮切りに、渦中の松本人志の相方浜田雅俊の番組を多く輩出する番組制作会社 B' の社長林俊宏から受けた凄惨なパワハラ行為を暴露。さらには浜田がそれを傍観し、ただ笑っていたことを告白したのだ。この投稿にネット上は騒然となった。そしてさらに、この岩橋の投稿に同感ですとして、かつて問題の制作会社に勤務していたとみられる人物が自身の体験を告発したのだ。今回はタレントだけではなかった。番組制作会社 B' 林俊宏社長のパワハラで後遺症が残る大怪我を告白した元スタッフ。松本騒動をきっかけに業界の闇が崩壊し始めている件について紹介していく。疑惑が疑惑を呼び、業界各所に大きな影響を与えている松本人志の疑惑騒動。本件で大きく取り沙汰されているのが、お笑い芸人たちによるアテンド行為がシステム化されていたのではないかという疑惑だ。文春記事内でも具体的な事例が被害を訴える女性たちの証言をもとに掲載され、波紋を呼んだ。そんな中、吉本興業所属のお笑いコンビプラスマイナスの岩橋義正は17日に自身の X 上で、過去に某先輩芸人に対しアテンド行為を行ったことがあると暴露。名前こそ明言はしなかったものの、該当の先輩芸人はすぐに特定され、ネットは騒然となった。岩橋の投稿との因果関係は不明ではあるものの、その先輩芸人がメインを務める福岡放送の番組が打ち切りとなっている。もともとやってはいけないと思うことをやってしまうという絶望的な癖を持つ岩橋。それが持ち味の芸風で人気を博している彼だが、そんな岩橋の暴走は止まらず、現在全く笑えない状況になっているのだ。そんな岩橋は27日、新たに自身の X を更新した。パワハラ社長 B' 林俊宏、紙幣を薬紙にして2つに折り、そこにハバネロより辛い世界一辛い粉を乗せ、芸人の舌下、舌の裏に流し込み、悶絶する芸人を見て高笑い。これらはすべてカメラが回ってない時に行われる。ここから岩橋のポスト連投が始まる。投稿内では、サザエの殻をかまされ歯が欠けた芸人の料理をドッグフードと入れ替える、生の青唐辛子を食べさせ悶絶する芸人を見て笑う、など信じられないようなパワハラの実態が暴露され始める。そして極めつけには、僕2回続けて殴られました、青タンできました、見てたユウさんが今のはダメよ、何かあったら証言するからねっていうくらい、理由は謎、無言で殴ってきました、悔しくてもういいやと思い林俊宏本人に LINE しました、というあまりにも生々しい告発をしたのだ。その後、林から仕事がなくなるぞと脅され、しぶしぶ謝罪に向かったという岩橋。もともと浜田軍団の一員だったという彼だが、この出来事以降浜田からも距離を置くことになったという。そして謝罪したにもかかわらず、この制作会社の番組から岩橋は結局干されることとなってしまったようだ。この岩橋の告発に世間は騒然となった。ネット上のコメントには、岩橋の証言だけでは真実かどうかは断定できないといった旨のコメントも出ていたが、その後ある人物の告発によって事態は現実味を帯びていくこととなる。その問題の告発は X 上のある投稿によってもたらされた。1月28日、西武俊治という名前のアカウントがこう投稿したのだ。岩橋さんに同感。僕も AD をしていた時、ロケバスが反対車線に止まっているという理由で目元を何発も殴られました。絶対服従の関係なのでサンドバッグ状態でした。20年以上前のことですが、この件以来ずっと目がぼやけています。もはや功罪ですね。今でもため池山王を通ると思い出し息が苦しくなります。なんと同氏は岩橋と同感と述べた上で、自身も身体的な苦痛を受けた体験を告白したのだ。投稿によれば、
当時受けたパワハラによるトラウマ状態であることを主張している。さらに投稿は続く。以前の職場でのこと、上司たちを送迎する車が信号の向こう側に止まっており、なんで目の前に車がないねんとの理由で右目を何発も殴られました。翌日病院で診断書をもらいましたが、警察には怖くて行けませんでした。何年も経った今でもずっと右目がぼやけています。当時のより具体的な状況とともに、同氏が主張するのは後遺症が残るほどの被害、そしてその証拠となる診断書もあると話しているのだ。そして衝撃の告発は続く。以前勤めていた会社を辞めるとき、この業界では仕事できへんようにしたると恫喝され、実際に決まっていた仕事も潰されました。あの時録音した言葉は今でも時々聞き直して、怒りをモチベーションに変えてます。怒りはエネルギーになるのかな。辞職を申し出ると脅しのような言葉を浴びせられ、実際にその後のキャリアを妨害されたという。これは岩橋が告発した林社長から受けた仕打ちに酷似している。さらに内容までは言及されていないが、現在もモチベーションを上げるために聞いているという当時の録音の存在を明かしたのだ。この投稿により岩橋の告発がより現実味を帯びることとなり、ネットは騒然となった。いよいよ出たね。芸人とかタレントより制作スタッフやスポンサーの方が闇が深そう。本当だったら暴行じゃなくて傷害じゃん。芸能界もテレビ業界の衰退とともに自利品になってきたのかな。まあ良いことなのかもしれん。林は社会的制裁受けた方がいいな。てかこいつを逮捕すべきじゃないか。岩橋が削除したんだし、大した問題にはさせないだろ。浜田も吉本も B' も証言がボロボロ出てくれば別だが。でも表に出たからな。報道関係もジャッツ事件と同じ言い訳は不可能になったよ。まあ BBC 次第だから、 BBC に金でも積む。コンプライアンスだのなんだの脳が来たれといて削除させるのね。こりゃ国が動かんといかんね。労働監督署かな。岩橋の投稿をきっかけに思わぬ方向から浮上した新たな疑惑、業界の闇が暴かれ、告発はどんどん信憑性を増していく。しかしそんな中、岩橋は突如としてこれまでの B' 関連の投稿を根こそぎ削除したのだ。さらに岩橋はこんな投稿を残している。グループ長とチーフマネージャー同席のもと、副社長とお話しさせてもらい説得され、抗いましたが最終的には自分が納得し、ツイートを削除しました。岩橋の投稿が取り沙汰され、新たな告発が出始めたことに焦ったのだろうか。なんと吉本興業は副社長直々に岩橋に投稿の削除を命じたというのだ。納得し投稿を削除したはずの岩橋はその後もおかしな投稿を続ける。時が全てを溶かす、なかったことになる、虚しいよ。まだあるけどな、ペヤングが俺の命をつないでくれてると意味深投稿を連発し始めたのだ。そして続けて、しかし今また耐え時だ、約束したんだから。削除を強要されたのではないかと感じられるこの岩橋の投稿を世間は見逃さなかった。内部告発を握りつぶすとか、コンプライアンスが正常に機能してないな。芸能界ではこれが当たり前だから、体質が全然変わってない。岩橋自体こういうことに屈しないタイプで、結構危ない人なのに屈してることが怖い。滝沢ガレソも削除した。何があった？どんどんやれ。黙らされたやつも全員告発しろ。社会が大きく変わる瞬間だ。浜田も辞めるのか。あっけないもんだな。もともと関西の芸能興業は全て山口組が仕切っていたんだから、芸能界イコール反社だよ。こんな当たり前の話を隠匿して企業から広告スポンサー代をせしめてきたのがテレビ業界。示談というかもみ消し。当事者が納得しているなら構わんけど、事実ならコンプラに問題あるだろ。告発した人診断書も録音もあるなら警察行くべき。なんか松本以上に恨まれてるし、大量の告発ありそう。これは浜田も終わったかもな。 B' 消えたら浜田の番組ほとんど消えるだろ。吉本よりも各テレビ局のコンプライアンスどうなってんだろう。岩橋の投稿内容だけでは判断できなかったが、元従業員と思わしき方が述べられた内容は説得力あるなと思う。告発の風向きが変わり始めたように感じる。制作会社は対応失敗すると仕事なくなるぞ。録音してるならえげつない値段で売れるんちゃう。いや、どこも報道しないよ。
メディア企業も中身は犯罪者だらけだから痛い腹の暴き合いになる。松本人志の報道を皮切りに疑惑は吉本興業すらも飛び越え、芸能界全体が揺らぎ始めている。岩橋の芸風でもある悪い癖が思わぬ方向に出た今回の騒動、自身が受けた被害の告発によって後に続くものはこれからも出てくるのだろうか。さらに岩橋は別件との書き出しで業界にはびこる別の闇についても告発していた。僕らがゲスト漫才と審査員をさせてもらっている地元片野で行われている北河内お笑いコンクール、主催の作家に事前にこの大会は吉本が主催してるから吉本以外の芸人は優勝させんといてなと言われげんなり、芸人をそして芸人の人生をなめている、エントリーして遠いところやってきて一筋の光のきっかけをつかみに来てる若手芸人をどう思ってんの、優勝できないことが確定してる中で優勝目指して頑張ってる芸人なんや思てんの、地元もけなされた気分です。そんな大会なくなってしまえばいい。ちなみにその作家は長い間 M1 の審査員もしてました。我々が想像していたよりもはるかに深い闇がその姿を現し始めた芸能界、岩橋の告発は今後も続くのだろうか。世間からはこの動きが進み全ての膿を出し切るべきという声も上がり始めている。今後この動きが拡大していけば芸能界正常化実現の可能性もある。芸能界における革命ともいえる本騒動、果たして今後どのような展開を見せていくのだろうか。